ちょっと飛ばしてね、動画があります。7番、高須クリニックの、高須先生から、まあ、動画がありますんで、スタッフさん、ちょっと流していただけますか。お願いします。そもそもマイナンバーの目的は何ですか。高市総務大臣。このマイナンバー法、いわゆる番号法、民主党政権の時に大変ご苦労して、立派な法律を作られたものでございます。まあ、あの時解散で残念ながら廃案になりましたけれども、自公政権になってから、民主党、自民党、公明党で、よくお話をしてご苦労して作っていただいたものとして、提出を再提出を国会に、させていただいたものでございます。その目的については、まあ、もしかしたら蓮舫委員の方がお詳しいかもしれませんが、これはまずは確実な本人確認、そして行政の効率化、そして公正公平な、まあ、社会保障制度などを目的といたしております。この続きをちょっと見たかったな。蓮舫さんのね、表情やなんか、まあこれを見て高須先生が、高橋早苗議員、秀逸な返し技、総理大臣になってほしい、ナウと、投稿されておられます。副団長、どうですか、この質疑を見て。はい、これも有名な質疑なんですけど、はい、私もツイートしてるんで、ツイッターやられる、ね、ツイッター探偵団ですから、やられる方は、僕のツイートをね、はい、遡って見ていただくと分かるんですけど、銀星王さんっていうね、同人作家の方が、まあ、時々面白いツイートされる方なんですけど、このやり取りね、4コマ漫画にしてるんですよ。うん、まあ、国会の中継を使ってね、今の動画を使って、蓮舫が前までの目的があって聞いて、で、高市さんが民主党の時にご苦労して作ったものですと。でもって、まあ、目的によって蓮舫を言うのがおかしいかも。で、4コマ目に蓮舫が下向いて、てんてんてんっていうね、ちょっと4コマ目の、ちゃんと、ね、4コマ目だから、オチをちゃんと、ね、作家さんだからつけて、これがね、4万3000いいね、269万インプレッションっていうね、むっちゃバズりですよね、してるんで、まあ、ネットをやられる方には、このやり取り、まあ、蓮舫っていうのは、本当にね、ミセスブーメランだとね、日本を代表するブーメランと、人に投げては自分に刺さるというね、人間だということが、目を分かる、投票の参考になる、4コマ漫画なんですが、この、開始もね、高市さんの、全然こう、なんていうかな、相手を睨みつけるわけでもなく、民主党がご苦労されて作ったものじゃないですかと。そして、よく分かって悪いますよねって。そこで、まあ、高飛車になったり、嫌みったらしくしないで、淡々と答弁する姿。で、そして、でも、理屈の上では完全にやり込めているっていうね。本当にね、総理大臣として、野党とのね、対論というか、党首討論か、とかやってほしいなって思いますね。喧嘩っ早い人間より多分やりづらいでしょうね。まあ、いわば、多少いい意味での陰銀無礼、まあ、日本語ちょっとおかしいけど、褒めてますよね、蓮舫さん。立てて立てて。ね、これはあなたが一番よく知ってる法律でしょうと。ってことはですよ、蓮舫さんっていうのは攻撃にはめっぽう強いけど、自分が攻撃しようとしているそのものというのは自分が作ったってことをやっぱどっかでこうスコーンとこう抜けちゃうんですかね。どうですかね、それ。ね、彼のやり方っていうのは、彼女のやり方っていうのは、うん、まあ、立憲民主党の議員多分全員そうなんですけど、はい、相手が日本人であることにつけ込むんですよ。うん、つまり自分がまあ、いたけだかに、あるいは口を極めて攻撃的に、言っても、相手は日本人的な礼節をわきまえて丁寧に、まあ、あんまりその、ことあげしないで、まあまあまあ、うん、お互い様ですみたいな、もう外交には全然向かない答弁をすることを見越して、外から見たら喧嘩に勝ったように見える。だから相手はちゃんと明確に反論してこないっていうことをに
こう、付け込んだ、突っ込みをするというか、攻撃をするんですね。だから、自分たちが本当は論理矛盾に陥るようなことでも、どうせ言い返してこないと思って、事実をごまかしたり、隠蔽したりして、攻撃するんですよ。だから相手がちゃんと調べて返すと、ブーメランが刺さるんですね。大事なのは、相手がブーメランを投げ返さないことに付け込んだ質問というのを、あるいは選挙戦というのをやるのが、やつらの手法です。まあ、これは国会答弁だったんでね、大臣の側からすると、モンテルの段階でね、よっしゃ、これはブーメランで、ちょっと一発やってやろうっていうね、そういう戦略を立てた上での答弁だったというふうに思いますね。まあ、とにかく高市大臣のこう評判がもうぐんぐん上がってきてる。ちょっと最後にね、このポスト岸田問題でポロッと言っちゃうと、実は先週ですね、こんなこと言う人がいたんですよ。衆議院選挙、総選挙勝つんだったら、これどう考えても高市さんだよねと。だけどその方はね、高市さんのことあんまりお好きじゃないんですよ。うん、だけれどもいいんだよ、高市さんが衆議院の顔で過半数を維持してくれたらいつでも下ろせばいいんだからっていう、こういう感じ、つまり政策じゃなくて、いや確かに選挙だけのこと考えればね、ですから自民党内にもね、高市さんは嫌いなんだけど選挙勝つためには高市さんしかいないんじゃないかっていうことをその方はおっしゃっておられるわけですよ。誰とは言いませんけど、めちゃめちゃ嫌いな人なんですよ、高市さんのことが。でも多分僕が高市さんをとにかくずっとこの2年半ご一緒して応援してるってことを知ってる私にね言うぐらいですからね、まあ、ちょっとこうね動きがあるのかなっていう、まあ、ちょっとした爆弾発言をここで触れて次に参りたいと思います。いや、それね、一言ね、コメントさせていただきたいんですけど、それが結局ね、我々が求めていることなんですよ、うん、小泉総理の時もそうだったじゃないですか。軍人凡人変人って言って、変人なんかそういうのなんかないよと、自民党内で皆さん思っていたと。だけど自民党の支持率がもう水面下に落ちちゃって、うん、もうこのままだと本当に、野党に去ることになると、うん、まあ、変人でも何でも、とにかく小泉さん立てて自民党ぶっ壊すまで言われても支えるしかないよと、うんうんうん、そういうふうに国民が自民党を追い詰めたわけですよね。で今国民はそういうふうに追い詰めてるわけですよ。自民党中心とした政権が続いてほしいけど、うん、岸田さんはダメだ、そして石破さんもダメだ、うん、多民族国家もダメだ、誰もダメだ、カニもダメだ、自民党よ、嫌いでも嫌でも何でも高市で行くしかお前らの道はないぞと、我々国民が思わせなきゃいけないと思っているので、うん、皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。それでは東京都知事選に入ります話題を、5番、ちょっとこれスタッフさん、画像がクローズアップ、できますかね、ニュースの方ですけども、なんとですね、こんなことを未だにやってんのかってな話で、画像出てますかね。はい、出てます。蓮舫さんが来党しますね。これは大島、大島ですね。で、党勢のことを中心に街頭で皆さんにお話します。6月26日水曜日12時30分頃から大島町開発総合センター駐車場付近、皆さんお誘い合わせで、お集まりください。日本共産党大島南部講演会とありますが、写真入りでご丁寧に。これアウトですよね、副団長。はい、これ元記事は、シェアニュースジャパンさんかなが、都民ファーストの都議会議員の小島、康平さん、まあ、小池さんの、まあ、初めからの、盟友みたいな、仲間みたいな、区議から都議になった方ですよね。で、この方が、ツイートしている、内容ですが、候補者の氏名、顔写真も載せた法定外文書。
公職選挙法違反ですと、まあ現職の、トファの都議会議員が、まあ、断定しているわけですね。発行元は日本共産党大島南部後援会ですと丁寧に書いてある。はい、なのでこれやっぱりちゃんと、選管もですね、警察もですねきちんとこれは調べてくださいと、うん、まあ勝手に共産党がやっていることで、蓮舫さん本人の違反ではないというふうに、本人サイドは逃げると思います。だけれども少なくともまあちんどん屋みたいなねヘラヘラヘラしながら都議会共産党に挨拶に行ったら、まあ、蓮舫さん共産党にこういうことをやってほしくてあえてちんどん屋みたいに行ったわけですから、いや本人たちがこういうことを、まあ、共産党に依頼したのかもしれないし、きちんとね警察は捜査をしてこの、公職選挙法違反、事案についてきちんと、解明し、そして、まあ、処分を決めてください。まあ、大変の皆さんはなかなかピンとこないかもしれませんけども、選挙を、まあ、やる陣営からするとですね、選挙期間中に配ることができるチラシというのは法廷ビラ、招致ビラですね、はい、で一枚一枚に招致が貼ってある法廷ビラ、もしくは、候補者の名前を想像できない政党ビラ、もしくは無所属の場合であれば首長選挙の場合であれば、確認団体ビラ、これしか配れないんですね。で急にねどこどこにね誰々が応援演説に来るからっていう時に普通やる手段っていうのは、まあ、10年前だったらもう電話しかなかったんです、うんうん、それで、まあ、たまにですね、捨て缶でね、これグレーゾーンで木にくくりつけてね、今もやっちゃダメですよ、だけど電話しかなかったんですよ。あとはもう口コミでこの書類を作っちゃダメ、うん、で最後よく使われていた手口としては事務連絡、日にちと時間と場所だけ書く、こういうカードを配る手口があったんです。これならどこの誰が来るのかがわからない、だけど誰から受け取ったかっていうことで分かって、要は案にこれを配りながらよろしくねって必ず言ってるんですよ。これ誰々が来るから、誰々が来るから、ここには書いてないけどこの日にちと時間と場所、これだけだったら誰のやつか分かんないから知りませんって言って、だけどねこれもねもうだんだんアウトになってきつつある中で、今はもう SNS ですよ、おじいちゃんおばあちゃんもね SNS やるんだね。だからこんなね、もう一回スタッフさん出せます、こんなチラシをね配る時代じゃないんですよ。それで僕はもうまだこんなことやってんのかとびっくり。それは大島らだってインターネット光ファイバーつながってるでしょね、副団長、そういう時代ですよね。いやもうか完全にこれ紙ですから紙ですから文書ですから本当にアウトなんですよね。で完全にアウトですね。まあちょっとネタ話だけをすると、うん、島の選挙ね、東京都内でも伊豆小笠原の島の選挙はちょっとね古いんですよ。だからまあ日本共産党はね、日本の政党でも最も古い体質と、まあ法律なんかもごめんこ無断で通るような政党ですから、やっちゃったんだろうなと。でまあ、蓮舫さんはそういうものにの見越しに乗って、選挙をやってるんだなって思いました。まあそういうことですな、まあ島の選挙といえばね、やっぱり
すごいのは奄美大島の選挙ですよ。これびっくりしました。はいはい、奄美大島の選挙はすごいです。はいはい、これですね。これですね。これはまたあのいずれ、あとはオッケーって話でしょ。ね、奄美の選挙はすごいですよ。もうなんかまだこんなことやってんのかって思う感じで、まあちょっと口が滑るといけませんので、あの次参りたいと思います。はい、さあ、8番いきましょうか。昨日は都知事選初の選挙3で、産経新聞ニュース、選挙3で小池百合子氏は川上作戦、蓮舫氏は立民共産色濃く、川上作戦は終盤にかけて有権者の多い都市部に繰り出し選挙戦を盛り上げていく戦術で、故田中角栄が得意としたと。これ実はあの私も小沢一郎グループに4年いた時に、あの選挙は川上から攻めろということをずっと言われてました。これね、全国の一つの傾向なんですけども、例えば山の上の方で、ね、あの育った方っていうのは、例えば結婚して下界に降りてくると、でやはり川上の方々の方が、まあ、なんか下界における平野地におけるネットワークの集約されているようなところがあると。まあ、お正月だとかお盆の時に、まあ、山の里の方にね、あの帰る中でね、とにかく都会から攻めるんじゃなくて、田舎から攻めてこいと、まあ、こういうことを小池さんはやろうとしてるんじゃないかなと。まあ、多分昨日ね、あの奥多摩のダムを見に行ったからでしょうね。視察は視察で、あくまでも東京都知事としての公務で、その帰りに、街頭演説をやると、まあ、もしかしたらこういうあの流れでやるのかななんていうことを、報道では出ておりました。この小池さんの選挙の戦法、まあ、ちょっと今までとちょっと違うような感じがするんですけど、副団長の印象はどうですか。いや、これね、前も同じです。前も伊豆に行って、はい、まあ、これ小沢さんが有名ですけどね、小沢さんだけじゃない、多くの、国会議員さんは川上戦術って、初め一番その選挙区 の田舎っていうか端っこから、はい、だんだんそので中心街に、近づいていって、だから選挙の初めのうちは少数の人たちのところでやってても、まあ、なんとみんな、まあ、負け候補みたいに思わないじゃないですか、選挙の初めから。で最後だんだん人がいっぱいいるところに降りてきて、そこでどんどん人いっぱい人がいるところで、話すことによって、あ、この人だんだん支持が集まってるんだというふうに、まあ、見せるということも含めて、選挙の初めは端っこでだんだん中心部に行くって、まあ鉄則の戦術ですけど、これは小池さんも前もやったで、今回もやっている、で連合もやったわけですよ。それでさっきの共産党の違反文書になってるわけですね。なんだけど、まあ、一人笑えるのは、まあ、天下り斡旋で辞めさせられて、で、児童買収の迂回がかかっている、前川助兵衛っていう元の文科次官っていうのがいるんですけど、これが、まあ、一生懸命、まあ、エッチなことしか考えてないから選挙のこと知らなかったんでしょうね。伊豆に行けない、伊豆諸島に行かないと会えない小池さん、なんだ、原宿で会える蓮舫さんとか、まあ、昨日かなんかツイートしてるわけですよ。で、ところがその蓮舫が、文書違反で、まあ、伊豆の大島に行くわけで、まあ、やっぱり、女子高生のケツしか追っかけてないような、まあ、天下りしかしないような事務次官は、まあ、全然物事、本質を理解できないツイートしかできないんだな。まあ、蓮舫さんも、大迷惑だろうと、まあ、いうふうにこのスケベについては思うんですが、この記事で面白いのは、記事の順番、初めの写真はね、公示 のくじ引き順で写真出てるんですけど、順番が小池さん、蓮舫さんで、その後石丸さん、玉上さんで順番で記事が構成されてるんですよ。ってことは、まあ、裏話をすれば、産経新聞は今のところこういう、まあ、得票順だと思ってるのかなっ
ていうふうな、あの、紙面構成なんですね。で、あの、まあ、この方々の、もう選挙候補出てますし、まあ、ご本人たちのホームページなども見て、まあ、確認をしましたけど、まあ、小池さんは、まあ、想定通り。で、蓮舫さんは相変わらずソビエト。で、石丸さんは読んでみたけど、やっぱり中身がない。で、玉上さんは思ったより良かった。で、ここには取り上げてありないんですけども、この後ね、あの、この番組でも時々取り上げて聞いた、ひまさらあかねさんっていう方が、都議選、じゃね、都知事選、立候補されたんですけど、この人の政策を見るとね、意外にいいんですよ。で、ちょっとだけ申し上げると、まあ、分野が分野なんで、子育て支援については、実はよく分かってませんでした。勉強しますって素直に言っていて、それから、まあ、安全保障問題も、まあ、ちょっとやっぱりその問題に、ずっと関わってこなかったなっていう、感じなんですけど、でも、今の自民党のね、まあ、団長以外の他の議員も、まあ、ろくでもないことしか安全保障についてできてない、高市さんと長尾さんぐらいですよ。その中で、ひまそらさんが取り立ててね、安全保障、理解してないかっていうと、いや、自民党の平均的な認識ぐらいと同じじゃないっていうぐらいの、認識は持っていらっしゃるので、あれ、これ、実はダークホースで、いい政策の候補だなって思って、私の中では、まあ、小池さん、玉川さん、ひまさらさんぐらいの中で選びたいなと、最近思うようになっています。はい、ありがとうございます。40分の時点で、3000人を超えておりました。30日間連続2000人超えということなので、団員の皆さん、本当ご視聴ありがとうございます。23時まで延長させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の構成にないんだけど、石丸さんってなんかめっちゃくちゃ街頭に人は集まってますよね。まあ、ネットをうまく扱って、まあ、若い人は。なんでなんですかね。うん、ネットをうまく使って、若い人が、まあ、集まってるかもしれないですね。だから、これまで政治にあんまりその、関心がなかったり、まあ、既存の政治家に失望している人で、だけど政治の本質は分かってないような人が集まってますね。うん、なんかね、東京ってほら、地方出身の方、出身者の方多いじゃないですか、基本的に。で、やっぱりこう、地方から東京に出てきて、まあ、いろんなことで苦労して、組織の老害、なんかね、石丸さんの主張見てると、古い体質、特に老害を叩き潰してやるみたいな。まあ、実際市長をやっていたときにね、まあ、議会と非常にいつもいつも衝突していましたよね。なんかね、そういうのがね、とっても受けてるんじゃないかっていうような論調もありましたね。まあ、ちょっと私の知り合いが昨日と一昨日石丸さんを追っかけてたらしいんですけど、まあとにかくネットだけでもこんなに人が集まるのかと思うぐらいやっぱり集まっていて、だけれども政策の中身っていうのはあんまり皆さんご存知がないと。まあ今日はあえて触れませんけれども、まあ申し訳ないけども、石丸さんの頭の中は完全にもうぐるんぐるんの左巻きなんで、まあ方がもし東京都政でね、その上野千鶴子さんをね副知事でもしそうな勢いなんで、まあ、この辺のところはちょっと西丸さんの、非常に危険なね、左派思想というものについてはね、まあ、都知事選挙の間、さっきひまそらあかねさんの公約も含めてね、まあ、厚生さんの方でちょっと政局だけじゃなくて、この人こういう公約を出してるよっていうような構成もね、まあ、また明日以降ちょっと工夫していただいてもいいのかななんていう、そんな感じがいたしました。まあね、石丸さんについて僕が一つ、まあ、明確に皆さんも指摘されているのは、 LGBT に配慮して LGBT に不快感を与えるから婚活事業をやめますみたいなね、まあ、要するにこう田舎なのでなんとか地元に定着してほしいとかいうことで、まあ、婚活事業って地方、
都市結構一生懸命やるじゃないですか。そうですね。定住促進とか、まあ、育児支援とかで、それを LGBT が不快に思うからやめますみたいな、まあ、そんな価値観の方ですよね。だからね、あの自民党内の、河野さんや小泉さんを追っかけるタイプの人、でそれからも、政界全体では維新を追っかけるタイプの人が今、石丸さんを追っかけている、こんな感じに僕は見ています。ああそうですね、はい。ですね、次はちょっと迫る核の脅威ということで言ってみましょうか。ロシアと北朝鮮の包括的パートナーシップ声明があった、それは先週お届けしたわけでありますが、11番ロシア核ドクトリンの見直し開始、大統領府が表明と、まあ、これは先週この報道が漏れ伝わっている中 で12番門田隆昌さんがですね、まあ、この核の問題について亡くなる4ヶ月前富士2庁報道で核非核原則の見直しの議論を提唱した安倍元首相、正義の味方で香港さんが日本も核を持たないじゃなくてどう向き合っていくか議論せなと言えば、藤井聡氏は日本が核攻撃を受けたときに米は国益のために核の傘を開かないことがあり得る、そして高橋義氏は安倍さんはだから核共有に行かなきゃって、もう核の傘を信じている人はいませんと、地上波で初めてタブーが破られたと。まあ、文化人放送局ではね、演者の方が皆さんそういうことをおっしゃってますが、まあ、やっぱりロシアがですね、核ドクトリンの見直しを開始するってことになる、まあ、多分、中国も北朝鮮も、まあ、ロシアの動きと全く関係がないわけじゃない。このならず者国家と一番目の前に対峙してるのが我が国日本なわけですよ。まあ、本当正義の味方でね、こういう議論はなされて、国会はね閉じちゃったね、こういう議論がなされないってのは本当に情けない限りですね。副団長いかがでしょうか。はい、この正義の味方は結構素晴らしい、あの議論がね、あのいつもなされているようで、この時も素晴らしかったようなんですけど、これさっき の例の、ひろゆきさんの話題も含めてこの時出てたんですけど、これ週刊現代、現代ビジネス ですね、あのこれについての、まあ、要約の記事が、出ています。でこの中でこの核の議論は、香港さんだけじゃなくて、もちろん高橋陽一教授も、うん、それから、もう一人、藤井さん、藤井さんですね、佐藤さんも、はい、含めて、まあ、核の傘、核共有、核保有と、この、まあ、日本には3つの選択肢があったけど、核の傘破れてきていると、それで安倍さんは核共有の話を、まあ、しなきゃいけなくなったと。で、まあ、今回のロシアのね、核独立の見直しって、要するに核 の使用の敷居を下げるっていう話です。はいはい、まあ、一番その核について、制限的なのは、先制不使用。自分からは絶対先に使いません。はい、で、これ、まあ、言ってるのはアメリカ。で、中国は自分の核が弱かったときは、先制不使用がいいんですって、世界中に先制不使用で行きましょうとか言ってたくせに、核一本持ってきたら先制不使用やめたんですね。急に変わった。急に変わった。そうそう。で、元ロシアが今そういうふうになりつつあると。っていう、まあ、核の敷居が下がっている中で、アメリカの核が傘が破れているから、日本は真面目に核抑止について考えなきゃいけないですねと、正面から議論しているのがこの正義の味方の、内容でありまして、こういう議論をちゃんと、これ、関西の番組ですよね、東京のキー局がちゃんとやらないと、本当は日本のメディア、テレビ局っていうのは、存在する意味がないんですね。まあ、だけど、まあ、変な宗教にかぶれているので、絶対東京の、キー局がやらないんでしょうけど、まあ、だからこそ、我々も、こういうネットでね、皆様にお伝えするし、皆さんも、議論をどんどん広めて、活発な議論をして、日本の、自存自衛のために、我々と政府が何をしなきゃいけないか、どんどん認識を深めていきたいなと思います。そうですね。まあ、折しも昨日6月23日は、沖縄地上戦のね、慰霊の日
で玉城デニー知事が、まあ、平和を祈る、まあ、これについては私も賛成ではありますけれども、まあ、在日米軍が沖縄にあるからその抑止力の存在によって沖縄は危機にさらされてるっていうことを堂々と言っちゃってましたね。まあ、このレベルでありますから、核の議論をすると、まあ、またあのエスカレート、発狂してくる輩がいるんだと思うんですが、まあ、だからといってね、今副団長が指摘したような内容のことを議論を、ね、止めるわけにはいかない、まあ、これまでね知事として遅れていたことですんで、まあ、ちょっと お互い気張って頑張っていこうではありませんか。はい、はい、それでは23時になりました。3000人を超える方に本日もご視聴いただきました。連続30日達成ということで、皆さん今晩も本当にありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。副団長もお疲れ様でした。大の皆さん、はい、おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。